願いします。お願いします。今日は14店舗目のエスコンフィールド北海道店の、はい、紹介というか、あのメニュー内容というか店のちょっと中身をご紹介できたらなと思って、球場ならではの提供の仕方とか他の店とは違う出し方とか内容とかになってるんで、その辺を紹介できたらと思います。よろしくお願いします。ソフトドリンクからいこうか。まずね、ソフトドリンクが6種類あるんで全種類ちょっともらおうかな。こんな感じなんですよ。うお、キリンビールの生ビールになりますね。まさかの。はい、うちのお店でキリンビールってありましたっけ。初キリン飲んでみますか。 YouTube 撮るってね、何が楽しいってね、酒飲めるの楽しいよね。マジでうまい。試合のね、こう歓声聞きながらこう飲むビール最高よね。今回は初キリンビールさんなんですけど、これだけじゃないんですよね。球場限定空と芝っていうクラフトビール、これあの球場のセンターの後ろっていうんですかね、で作ってるビールで、このエスコンフィールドの中でしか飲めんので、ちなみにうちの店はこれが飲めます。それも飲んでみようと思います。うまい。ちょっとフルーティーな感じ。これちょっとね、俺口下手で伝えきらんのんで、ぜひ実際飲んでみてください。お待たせいたしました。何何？こちらコルミ焼き屋さんのイカ天でございます。うわぁ、緊張なさってる。で、マヨネーズと一味になっておりますので、うんうん、イップスタイルになっております。これさ、馴染みないと思うんだけど、どうなんですかね、広島人からしたらイカ天片手にビールみたいなありますよね。まずはね、こうの口の中におるイカ天が空と芝を呼んどる。次はこちら選手メニューとなっております。カキも二刀流でございます。これね、オイル漬けとポン酢なんですよ。でこう2種類の味が楽しめるっていうイメージで二刀流みたいな。なんで二刀流っていうかっていうと、大体ね、どのお店も選手コラボメニューっていうのがあるんですけど、うちは上原選手に行くんで、ピッチャーもバッターもやってるんで、なんでじゃあ上原選手で行ったかっていうと、一応ね、高校の先輩でございます。だいぶ格が上だけど、あっちの方が。どっちから行くべきですか。オイル漬けの方から。オイル漬けから。はい。からのポン酢。このね、牡蠣もちゃんとあの広島から送ってもらってるんで、こだわりのね、牡蠣をしっかり楽しんでもらえたら。粒がめちゃくちゃでかいですね。うん、本当にびっくりするぐらい。まあタイミングとかによると思うんですけど、うん、時期ね。一流と一流の二刀流って感じ。最高。はい、じゃあそれレモンサワー作り方なんですけど、うちはここにですね、氷入ってるところに広島県から直送のレモンがですね、1,2,3,4 なんと5個も入れさせていただきまして、レモンサワーの方を注いでいきます。はい、こちらで広島県直送のレモンサワーの完成でございます。めっちゃいい匂い。やっぱレモン違うと違うんだろうね。マジやばいっすよこれ。うまっ。ちゃんと本当に広島県から送ってもらって、一個一個切って仕込んでます。すいません、お待たせいたしました。天候結果でございます。来た来た。このね、エスコンフィールド北海道店だけちょっとね、お好み焼き自体が小さいんですよ。
かつやっぱいつもよりはリーズナブルに食べれるんで、牡蠣行ってビール行って締めにお好み焼きとか、そういう楽しみ方してもらいたいんで、今回だけは若干小さめになってます。でも店舗だったら結構いろんな種類あったりとかじゃないですか。そうなんですよ、この店だけ、うん、お好み焼き1種類しかないんで、ちょっとねそれにはね戦略があるんで、ぜひ今から語りたいんですけど、その前ちょっと一口だけ食べていいですか。どうぞどうぞどうぞ。はい、どうぞ。これ食べに来てください。でも球場内なんでちゃんとチケット買って、ファイターズの応援目的でついでにお好み焼き食べましょうね。球場じゃないですか、野球場ならではの特有の入り方、お客さんの入ってき方、まあ野球自体は3時間ぐらいのもんじゃないですか、その前に食べるのかとかね、お客さんが、うんうんうん、どの席の人がどういう食事の仕方をするのかとか、うん、今までやったこともないし、うん、北海道自体がわからん中で球場で出店するっていうのも初めてだったんで、なおかつ今回ねイートインスペースも作ろうということだったんで、カウンターでも食べれるし、でとにかくやりとけばいいってわけじゃないじゃないですか、うん、目の前で食べてくれるお客さんに対してもしっかり接客して楽しんでもらえたらなと思うし、でお好み焼き屋ってあんまり聞いたことないじゃないですか、球場グルメって、うんうん、ってなったらあんまり選ばれてない理由があるのかなとは思うんですよ、正直です。広島のお好み焼き屋が球場で出店して数字を上げていくのに最大の弱点は、僕の中では提供スピードだなと思って、お好み焼きってやっぱ焼くのに時間かかるし、ってなった時に種類も減らして食べる時間も少なくというか、なおかつ観客席で試合の展開も楽しみながら食べたりとかしたいだろうなと思って、なんでお好み焼きも1種類だけにして、とにかくこういろんなお客さんに知ってもらおうっていう思いでこの戦略を立てましたね。たくさんの人に知ってもらいたいからこそ電光石火だけに絞ったみたいな、そうですね、そういうことですよね。そうそうそう、うん、ファイターズの試合を見るっていうものとプラスでお好み焼きを食べるとか、うん、ボールパークを楽しむみたいなのを一緒に味わってもらえたらなと思うし、うん、そういうね皆さんのこう輪がね優勝に導くんじゃないかと思うんで、ぜひぜひねこの球場に来て日本ハムの試合を応援するももちろんですけど、さらにこの球場ボールパークってものを楽しんでもらえたらと思うので、そのついでにちょっとだけお好み焼き食べてもらえたらありがたいです。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい。